北朝鮮はすべての拉致被害者をすぐにしたいと思っています。え、その座長は、きょう出席してるかな、塚田一郎議員が、あいるね、塚田一郎。もう一刻でも許せない、この時間はこれしかないんだということも考えながら、ぜひ、ことしの中盤、中間あたりにはですね、 あの解決の兆しが見えるあやっとこれで解決しそうだなという兆しがはっきりと見えるこういうことに状況にぜひしていただきたいなと思いますこれが解決された時これは本当に日本にとっては最高の喜びの場となると思いますそして一人一人の国民の思いあらゆる人たちの思いを覆すほど 素晴らしいものに日本が変わっていくときではないかと思います大切なことは拉致問題を解決しなければ北朝鮮がその未来を描いていくことはできないということが北朝鮮,を北朝鮮にしっかりと理解させていくことが大切でありますその認識のもと北朝鮮は直ちに 拉致被害者全員を日本に返すべきでありそう,うことを改めて強調したいこのように思います拉致被害者の日本への帰国なくして拉致問題の解決はないわけでありますご家族のそして被害者の方々と皆様が抱き合い不意が訪れるまで私の使命は終わりません日朝平壌宣言に基づき 諸懸案を包括的に解決すべく、対話と圧力、行動対行動の原則を貫き、引き続き全力を尽くしてまいります。ご